熱いお便りいただいておりますので<い>の、読んでいきましょう。まず1つ目。ノップさんからいただきました。がいえー、ねお兄さんをヒーロー殺しにやられ、えー、我を忘れて復讐しようとする飯田く君の憎しみや悔しさがひしひしと伝わってきました。えー、飯田く君がインゲニウムを名乗った時、インゲニウムというヒーローネームに、えー、重みを感じました。 うんうん、またステインと飯田くんのやり取りの中でヒーローとは本当の善とは何なのかを考えさせられましたうん、うん、そして飯田くんを助けに来たええー、いくんと等々力くんがかっこよかったです、うん、体育祭では伊豆子くんがえい、ー、づくんの心を救ったように今回はえー、伊豆づくんと等々力くんが飯田くんの心を救ったんだなって思い涙が止まりませんでしたといただきました、えー、ごめんちょっと話を整理するのが難しいな <laughs> <laughs> うーん 読むのでここで読み始め文章としてねねねなんか体育祭では二人のう体育祭ではデック君がトドロキ君の心を救ったように今回はデック君とトドロキ君が飯田君の子はいはいはいわかりましたわかりましたおはようございますその通り突然雑化突然雑化さっきまで超深かったのにでもねなんかね いろんなことがありましたけども。んそのまま俺も立ったよ何 <laughs> な,なんだよちょっとね。あのね、<laughs> 言ってくれたからね、全部言ってくれたからさ全部言ってくれた。<laughs> ね、ほんとね。